今日はですね、西丹沢のキャンプ場に行きたいと思います。キャンプではなくてコテージに泊まります。じゃあウズ初めてのキャンプ場かも。何？怒ってるよ。怒ってる。何？渋滞やの？わかるよ。分かってるよ。はよ行こうよ。ちゅーちゃんすごいよ、ここすぐ滝やで。滝じゃない、川。そこダメよ、お隣さんやで。覗かないよ、なんかいそう。お部屋を探索中です。覚えた？お部屋上行かないよ。宇宙上行かないんだ。そう、全部そっち行かないよ。宇宙、おー、ゆじゅー、どう？本当はキャンプの予定だったんですけど、ちょっとコテージにしようかって言ってよかったです。雨降ってたし、キャンプやったら。ちゅーちゃんたちのクッション持ってきてあるからね。やっぱりキャンプ地やからワンちゃん系のグッズとかはほぼお部屋にはないけど、でもね、一緒に泊まれるだけいい感じ。トイレシートも大量に持ってきた。スープ、食べ。イジ偉いな、ちゃんと食べるもんな。いいから、はよ食べなさい。ウジは偉いな、ウジいい子やん。おいちいね、はよ食べ、はよ食べなさい。はい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 、おいしい、はよ食べなさい。いい子でしたね。いい子でした。スープいいのね。スープ漬用の新しいやつを買ったんですよ。ドッグコットはちょっと高かって、2つ用意するとなると結構な金額やけど、これはなんかベンチみたいな感じ、ちょっとやっていきたいと思います。いいね。ここにこうすると、いいやん。うん、いいやん。皆さん、キャンプの時ワンちゃんのリードどうしてるかすごい聞きたいんですよね。ちぇーちゃん、なんか匂いするの？それクン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 してるけど。うじ、用意見てんの？用意、みんな楽しいな。うず、使い方バッチリ。ちーちゃんはもう外行きたくてしゃあないみたい。うず、もしかしたら川の音が怖いのかもしれん。明らかテンション低い。この朝もちょこ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 。うず、ほんま元気ない。気持ちいいんかな、それとも怖いんかな。でもなんかいつもより明らかにテンションが低い気がする。粒は隣のコテージの人に挨拶もしてた。やる。これタン、ちょっと塩振っちゃったけど。辛み、やば。ちゅーちゃんたちはささみがあるから安心して。今日はですね、山中で焼肉を包んで食べたいと思います。この青唐辛子の美味しさをな感じ。ごめんな、ちゅーちゃんたち、耳を塞いで。この短いお手で、ね、耳を塞いで。なんか貴族の休日みたい。貴族じゃないけど、ニートやけど。ちゅーちゃんたち、さっき食べたやろ、だからちょっと待ってて。山中にハラミを乗っけて、キムチと、で、この青唐辛子、あ、もう危ない。これめっちゃ美味しい。でもちょっと、せっかくやし、普段も入れないけど、この海苔も入れましょう。うず、気持ちいいか？粒うずの。ささみが焼けたら、なんか粒がめっちゃはようみたいな感じ。わかんの？ささみの匂い。人参を茹でてドッグフードに混ぜてあげよう。
なんかあの渦のいい子さってどう動画で伝えればいいかわからなくて、あんまり視聴者さんに伝わってないと思うんですけど、ある意味手がかからへん。タイ粒に関しては遊んでって感じでね、グイグイ行くけど、渦はすごいいい子。ちゅーちゃんだってもうこんな感じやもん。ウジュ、いつもありがとうね。ありがとうね、いつもいい子にしてくれて。はい、どうぞ。あ、ウジュ落としてる。おいしいやろ、ウジュ。人参も柔らかくしてあるから。粒さ、フード食べんと上ばっかり食べてる。ウジュ、ウジュは一緒に食べてる。さっきからずっと体が緊張状態、固まってる。で、目もずっと細い状態。やっぱり尻尾下がってる。うじゃ、そんな怖いか。粒はいつまでもチャカチャカしてるけど、もう渦は怖くて、おとなしいね。じゃあ今から焚き火すんで、初めて。うじ見たことないでしょ。つば焚き火大好きやもんな。うじ怖くない？はい、ようやく座った。うずなんか元気な香りになってきたよ。ちゅうちょ、どうですか？気持ちいい？隣のワンコが気になんねんな。元気出てん。ねえ、にビビってたん、さっきまで。本日ご紹介するのは、ジャック・ラッセル・テリアの女の子、エリーちゃん2歳です。エリーちゃんはたくさんの特技の持ち主。その1、石を守ること。その2、ゴロスリ。その3、泳ぐこと。ありこさんだった、エリーちゃん。なんでもできちゃう。個性強めなエリーちゃんでした。ワントも募集中。インスタグラムの DM までご連絡ください。たくさんのご応募お待ちしております。